合も継続させましょう。 OK、 この前より早くだよ。今日もここだけど、とにかく今日はここ。 OK、 もしを考えよう。もしここにこぼれてきたら得点取れる。もしここにこぼれてきたらブロックしてあげなきゃいけない。 OK、 ここだよ。今日はどっちが研ぎ澄まされた感覚でこの、ね、試合を戦えるか。勝者敗者の違いは大抵の場合やめないことである。全てがうまくいくこと、順風満帆にいくことなんかないから。苦しい時期がある、ね、うまくいかないことがある。その時にやめたらダメなんだ。試合も一緒。3回走りました、4回走りました、5回背後抜けました、ボール来ません。そこでやめたら10回目に来るかもしれないボールに対してチャンスを逃してしまう。10回ダメなら11回目走れ、11回ダメなら12回目走れ、ゴール前に顔を出す。それが最後結果につながるの。やめない。とにかくやり続けるの。じゃあ最後、たくさんの人が来てくれていると思うので、本当に。
ことわざがあるね。こけずにいらずんば、補助を得ず。虎穴に入らないと、ね、虎子を捕まえたくても、その危険を犯さないと、得たいものは得られないよ。自分が得たいものは、リスクを犯してでも、トライしないと、成功はつかめないよ。いい？思い切って、自信を持ってボールをつなぐこと。いい？仲間を信じて走ること。ゴール前に顔を出すこと。ボールを引き出すこと。OK。みんなの力で勝ちましょう。絶対勝ちましょう。はい、行こう！はい、行こう！今日ホームゲームね、勝つ試合見せようね。みんなで、秋田に全てにおいて圧倒して絶対勝ちましょう。よし、いざ、よし。平瀬、川野、キム・ボムヨン、さあ後ろから来た、いきなり決めた梅木翼。前半6分ホーム山口先制。今年の梅木は違う。そして右サイドから山口、キム・ボムヨン、こぼれ球、田辺だ、田辺が左に預けて新保のシュート。どっちからに転がるか分からないようなボールに行けたりして拾えてるんですね。小林誠吾がボールを奪った。小林、川野に預けてシュートか。シンプルにクロスを上げた。関が出てくる。こぼれ球直接行った。いやー、よく抑えて打ちましたけどね。全然いいのかな。加藤純也ファーストタッチ、ヘナンに預けて、ヘナンのクロスだ、入ってきた。88分。テイクと人に合わせたっていうよりはスペースに置いてきて、それに対してね、競り合いながら後ろから小林選手もね、勇気を持って入ってって、まあ頭と頭なのでね、ちょっと心配ですけれども、非常に、ほら、梅木喜べ。ナイス。喜べ。ここだよ、ここ。マジで。
今週トレーニングから、本当にこう選手も、ね、意識高く、やってくれたと思います。まあ、今日ピッチに出た選手だけではなく、まあメンバー外になった選手も含めて、まあ、全員で、ね、勝ち取った、勝ち点3だったのではないかなと感じています。初勝利、ホーム開幕戦で多くの方々に見に来ていただいた中で、ね、やっぱり勝利というのを届けたかったんで、選手全員でそういう気持ちを持ってやれてたんで、それが結果につながってよかったです。キャプテンとしてこういうスタジアムにプレーしたっていうところはどうでしょう。まあ、キャプテンマーク任せてもらっている以上やっぱり責任はあるし、チームを鼓舞するところだったりっていうのは試合中すごく意識してできてたし、でも個人としてはやっぱりゴールっていうところで自分も取りたかったなっていう悔しい気持ちもありつつ、まあ、チームはすごくいい雰囲気でやれてると思いますし、それを次この1試合だけじゃなくてこれを継続していけるように、はい、頑張っていきます。次のアウェーの試合に向けてお願いします。そうですね、本当にまずはあのチームで高い競争意識を持って1週間またいい準備して次の試合に臨めたらなと思います。頑張ります。どうでしたか試合。今シーズンの初めてホーム開幕戦を向けてやっぱりサポーターみんながいい雰囲気作ってくれて、やっぱり勝ち点3点取ることができたと思います。試合振り返ってどうですか。最初早めに点取ったのが、まあ、もちろん本当俺らの力になったんですけど、やっぱりその全員でその1点、まず1点を守ってくれる力がやっぱり強くなったのと、守備の意識がみんな強くなった、それでやっぱりみんな守ってくれて無失点になったことは本当嬉しいだったと思います。
次の試合にまた勝利に向けて一言お願いします。やっぱりアウェイでとりあえず本当勝ちたいですよね。なんか去年夏移籍で入ってきたんですけど、またまだあのアウェイ戦で勝ったことないんで、とりあえずその目の前の岡山戦の向けて本当勝ち点3点取るように本当頑張りたいと思います。ありがとうございます。試合は勝ってよかったね。俺来て負けたって言われたらもう来れなくなっちゃうからねよかったよ、また来てください。はい、はい、ありがとうございます。